緑泥石、緑泥石は、鉱物のグループ名。化学素性は 6XEX108。結晶系は、単車晶系、または三車晶系。有色鉱物の変質により生じ、化、ナリワや緑色変顔に算する。トランスエラム文明においては、緑泥石をそのまま輸出したのではなく、容器や、飾り板など、あらゆる製品に加工された。これらの製品を、 古式黒ライト製品という、主たる工房は、原石の取れるテペヤヒヤにあった。器表の装飾は、浮き彫り表現で複雑な図文を描いたもので、具象的な図像と幾何学的な自分、それらの中間的な文様もある。具象的なものとして、人物、動物、夏目足の木、神殿文などがある。浮き彫りには、赤、緑、黒などの顔料の塗布 奇跡の造岩が残されている例もある。主文の背景となる自分として、山形、三角形、むしろの目、レンガの目地などに似たものなどがある。これらの主文と自分の組み合わせによって、器表に表現された図像は、宗教的意味を持つ、非日常的モチーフによるもので、こうした容器が日曜雑器の類とは大きく異なる、聖なる器物であったことを示している。 入念に加工された古式のクロライト西洋機は、ケルマン発、トランス、エラム文明のいわば、国際的ヒット商品で、西はシリア、東はインダス下流域までの広い範囲に流通した後期といえる。それは、一流の都市とその住民だけが持つことのできた宗教的器物であり、そこに描かれた、精神世界は、トランスエラム文明に、共通の観念であると同時に、 それらが出土するイランの生きがい、特に自前の神々の体系を持つメソポタミアにおいても、好ましいものとして受容すべき対象であった。精神世界においても、メソポタミアとイランの文明は、互いに影響を及ぼし合いながら発展した、隣人であった。後藤顕著、メソポタミアとインダスの間 P78 から79、P85 から86。ありがとうございます。